このセミナーは、国内の建設業の中堅・中小企業の海外進出を支援しようと、国土交通省が全国各地で開いていて、県内では初開催です。国交省の担当者による海外進出の支援策の説明や、海外に進出した企業による講演も行われました。このうち、特殊基礎工事などを行っている高知市の高知丸高は、 カンボジアで重機の組み立てや施工指導を行ったことや、パキスタンで国道の橋を施工したことなどを、海外での実績を紹介しました。また、知名度が低い企業であっても、JICA や国交省を通すことで、現地の企業とやり取りがしやすくなると話していました。